5月の壁面の背景を生かして6月に張り替えました。上の方にこんもりと張ったお花紙の葉っぱを外してから藤の花を外します。鯉のぼりの形をした雲や菖蒲の花も外して木だけ残します。外したものは傷んでいなければ来年用に取っておきましょう。お花紙の葉っぱは6月の飾りにも使います。6月の飾りにはお花紙の葉っぱとアジサイの花、カタツムリと園芸用の鳥よけテープを使います。雨のしずくには思い思いの模様を描き、鳥よけテープに貼ってから厚紙で作った雨雲に吊るしました。桜の若葉はお花紙シートで作った光沢のあるものを使いました。葉っぱを枝の先の方から貼っていきます。木ができたら雨雲を背景の一番上から紙から少し浮かせるように貼ります。アジサイの花をバランスを見ながら下の方に貼ったら、隙間をお花紙で作った葉っぱで埋めます。鳥よけテープを使ってカタツムリの貼った後のくねくね道を作ります。その上にカタツムリを這わせるように貼って完成です。お花紙シートで作った葉っぱ、模様を描いた雫型の雨粒、厚紙の雨雲から降ってくる雨と少し浮かせて貼る方法、立体感のあるふっくらアジサイ、とっても簡単に作れてかわいいカタツムリ、それぞれのパーツの作り方は終了画面の再生リストか概要欄のリンクからご覧ください。